さあまずは1号艇人気の石橋道友を前にしましてメンバーで揃ってまいりまして2日目後半戦で予選特別 B 戦の第10レース1、2、3、4、5、6の枠なりで出揃ってまいりましてさあまだ雨降りの中での競争で風はなく穏やかな競争水面となっています。1号艇の石橋道友人気の中心今日はこのレースのみで登場注目エンジンで2勝目の活躍なるか注目2号艇の伊藤翔太今日前半戦3着のその横3号艇の森谷美穂初日は軽快に2着1着の好発進で今日1回走り注目1、2、34号艇で小坂隆今日前半戦2コース差しで目下2連勝5号艇の葛原博明今日前半戦2コースからまくって勝っての初勝利6コース6号艇のウルタ翔平今日前半戦連絡みの2着がありましてさあこれでスロー勢は1、2、3ゆっくりとでダッシュ勢4号艇の小坂から4、5、6これで枠なりで3対3に分かれて進入体系が固まってまいりましたさあここ後半戦注目の一戦第10レース予選特別 B 戦前提が進入してまいります1番2番3番4番5番6番の枠なり3対3今スタートしていきましたさあコーススタートはインコースから1号艇その横の2号艇3号艇スロー勢が出ていって逃げる1号艇の石橋刺して2号艇の真ん中攻めて3号艇握った5号艇で内からくるっと4号艇あと6号艇回ってさあバックセッチャー陰線からの1号艇人気の中心で石橋道友が先頭現在2番手争いには2号艇3号艇2番3番接戦状態後ろで外枠勢で5、6、4が固まっていますなおスタートは正常でしたランタンマーク先頭で1号艇人気の石橋2番手争い2号艇回って突っ込んで6番4番真ん中さばいて3号艇遅れまして2番手は2号艇3番3号艇ここで上位が内役算定で1、2、3となってまいりました先頭は1号艇の石橋道友陰逃げ成功2番手争い2号艇の伊藤翔太競り勝って3番手が3号艇の森谷美穂となっています2周目のバックスレッジャーと入りました先頭1号艇2番手2号艇3番手はここも3号艇で上位変わらず1、2、3となっています先頭と2番手らが2停進から3停進さあ20メーターほど開いて3号艇の森谷美穂3番手そして水が空いていって5番と6番と並んで最後方に4号艇の小坂となっていますライターマークは先頭で1号艇の石橋道友2番手2号艇の伊藤翔太3番手3号艇の森谷美穂直線コースは上位変わらず1、2、3となっていまして最終周回へと入りますさあ後半戦第10レース先頭には1号艇の石橋道友がここを注目石橋がイン速攻の活躍軽快にイン逃げそして2番手2号艇の伊藤翔太が競り勝って3番手3号艇の森谷美穂最後のバックスレジェット入ってまいりましたがここも上位変わらず1、2、3早々と内役算定で1、2、3であと後方5番6番まだ接戦であとは4号艇ですオッズ2連単ですが 9.3 倍3連単ですと 21.3 倍1号艇の石橋は白星追加2勝目2番手2号艇3番手3号艇内役算定スロー勢のインコース2コース3コースの決着先頭1番ゴーリン2番ゴーリン3番ゴーリン5番ゴーリン6番4番ゴーリン